動かないでくださいね、隠れ持ちは。はい、動くの禁止です、今から。はい、こんにちは、くんです。ということで、今回なんですけど、この豪華客船でかくれんぼやっていきます。翡翠さんが作ってくれました。ここを探索して、50人を40分以内に見つけます。30分はサバイバル。8分がクリエ。2分がスペックです。それではやっていきましょう。最初はサバイバルで探すことにします。じゃあ、ここからスタートですね。はい、もう動かないでくださいね。はい、見つけた。イージーウィー。何リケモ何してたの？イニンじゃん。リケモかと思った。イニンじゃん。リケモじゃねえ。絶対ここね。あ、いたいたいた、二人いる。お、フニコ溺れてるぞ。あ、20ワゴさんだ。あえー。いい感じの水着着てる。随分仲良さそうでムカついてきた、なんか。え、アリエルじゃないか。アリエルじゃねえかよ。アリエルのなんか防具立てかと思った、今。完全に防具立てに見えてた。あ、なんかソフトクリーム。あ、ありがとう。ソフトクリームもらった。よし。さあ、探してるぞ。まずは、この上にも確かあるから、割と丁寧に探していく。全員頑張って見つけよう。これは、なんだ、展望デッキみたいな感じか。うわぁ、いいな。これで世界一周してよ、俺。てか、ドア多いわ、これ。部屋多い。まずい。うわ、部屋多いね。これ、タコ部屋か、これ。しらみつぶしに探さないと。え、ちょっと待って、やーばい、これ。え、ちょっと待って、やばい、やばい。え、やばいゲーム始まっちゃったかも。これ、スペックで探してもいいかな。これは、最後に。まあでも、サバイバルのうちにこういう細かいところを探しとかないと。そうだね、この辺の細かいところはサバイバルのうちに探す。おい、どこだ？銃鳴らしまくってビビらせまくるわ。ちょっと待って、なんか、いい銃持ってこよ。なんかいい銃あるかな？よし。おい、見てみろ、お前らこれ。タンクを導入した。なんでそうなる？船吹っ飛ぶって。なーに、大丈夫、大丈夫。お。おー、お前ら聞こえてるか、この音。ガラガラキャタピラの音するの怖い。これすごいな、これ。階段登れるのそれ。とりあえず行ってみるか、階段。デバフじゃねそれ。いや、大丈夫、問題ないはず。階段を突っ切る。登れてる、登れてる、登れてます。タンク、階段登れます。タンク、行けます。あ、あれ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 、うわー。すいません、ちょっと後で直しましょう、みんなで。みんなで後で直そう。申し訳ない。大変申し訳ない。任務失敗。数分をかける価値はあったんだろうか。ちゃんとね、ちゃんと、ちょっと、持ちます、ものを。これと、これと。よし。おい、どこだー？おー、音聞こえるか、お前ら。嫌な音。チェーンソー振り回してる音やぞ。おい、出てこい！いねえな。ちなみに、こういうのもあります。フレイムスローは、これで燃やし尽くす。まずい！豪華客船が燃える！ 13 日の金曜日始まったな。うん。え、結局ここにはいなかった。寸前にポテチが炎症を振ってくれてた。感謝する。炎症オフか。いいことを聞いたな。つまり、いくら燃やしてもいいと。いねえんじゃねえもん、この辺、さすがに。さすがにここに隠れるようなバカいないか。ほっ。三等室に多そう。うわぁ。落ちちゃったし。クリエで飛べるからさ、どこにでも隠れれるんだよな。ちょっと待って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 、めちゃだるい、めちゃだるい。この辺ほぼメタボさん作です。いや、めちゃだるいってこれ。やばすぎ、やばすぎ、やばすぎ、これ三等室の量やばい。マジか。こんなあんのか。これスペックだな、これ。スペック、スペック。これ無理。スペックの時間を増やすか。ちょっと。まあ、地下かな。ちょ、地下とかから行った方がいいんかな。よし、地下に行こう。絶対に地下に隠れてるやつはいるはず。地下マジやべえ。見えない。あ。ほーら、明るくなっただろう、これで。割と明るくしてるんだけどな。超明るくなってきた。おーん。いや、これはブラフだ。某のブラフと見た。え、てか、マジでどこだ？いないんだが。え、全然いない。どうしよう。過去最悪か？空
その倉庫は二重孫さん中心に作ってもらった。ほう、これ何ここ、まだ3列残ってますよ。知っとるわい。花火使いますか。いや、まだいい。うわ、フェリーやん、これフェリーじゃん。そこタコワサ部屋、タコワサすごい生活感あるもの作るよね。いないな。火炎放射器でも燃やしてるけど、え、みんなどこに隠れた。これディディ近いらしいです。了解。おい、ディディ聞こえるかな、この音。ディディ、ディディさん、おい、どこだバカザル。そこクリボールーム、めっちゃ凝ってた。ちょっと待って、これむずい。ここ、え、待って、ここいけんのかよ。これこれで明るくしてみるか。割と明るくすると見やすいな。あれ、なんかいる。今日は豚の生姜焼きでどうだ。よし、一人撃破した。脂身多そう。まあだから生姜でこうあっさり食わないと無理かなっていう。ディディさん、クンさん離れたからシフト離しても大丈夫だよ。あ、了解了解。イニンこっちかな。シフト離しても大丈夫か。この辺かな。じゃあいねえな。どこだろう。あ、壊れちゃった。あ、これ壊れるんだ普通に。え、すごっ。いっか。え、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 怖い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 。なんだなんだ、襲ってきた襲ってきた。自販機壊れた時に出てきてた。あ、自販機になんかそういう入れるんだ。あー、自販機あったねー、あったねー、自販機あったあった。そういえばエンディーだから壊れちゃう。ん、なんかこの自販機なんか攻撃してこない。この自販機なんか殴ってくる気がする。なんかこの自販機入れない。なんか殴ってきて。ん、なんだこれ。 SCP か。え、なんで壊れないんだこれ。なんでこれ壊れた、なんか入ってこなかったんだろう。ちょっとちゃんと置いとこう、置き直そう。ちゃんと壊したらここもだね、しっかり置き直します。なんか自販機たくさんだとこあったよね。なんかどこだっけ、忘れちった。自販機って内側に入れるんよ、こうやって中に。え、なんか入れない、なんか攻撃されて入れない。なんか入る場所が確かあったはず。壁に設置すると入れるようになる。あ、そうなんだ。その辺ディディ作。あー、猿か。え、え、なんかトムが出てきた、明かりつけたら。猫の丸焼きした。明かりつけたらトム出てきた。あ、なんだ、邪魔だな、これ。邪魔だ。なんか邪魔なのあった。こう上に出れるんだ。それでポテチ買える U 丼で作った。え、この上とかいてもおかしくないってこと、もしかして。この配線の上、この配線の上にいてもおかしくないってことか。つまり、なんだろう、上に行ける。コーラ買ってきますね。まず舐めてんな。やっぱむずいって、むずいって、これ。しかもさ、かくれんぼ秘技でさ、花火っていうのがあるんよ。で、花火を打つと花火で場所がわかるっていうので、トロールで花火をみんなに打たせて、それで俺がちょっとヒントをもらうっていうのやり方があるんだけど、屋内だからこれ花火打っても意味ないと思うんだよね、あんまり。え、これどこ行けばいいの、これ脱出は、脱出はできないのか、これ。これが行き止まりか、ここ。ここは行き止まりですか、これで。多分そう、部分的にそう。あ、了解。じゃあ上行くか。地下はやりきったか。ちょっと待って、この客室は無理。え、待って、多すぎる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 。どこに隠れてるか全くもって見当もつかん。ちょっと待って、上上がるか。上に上がりましょう。あの、外壁面はまあしょうがない、正直。外壁面はしょうがないので、とりあえず内側の部分だね。内側の中側を。なんだこのさ。で、さらにこっちから行けるのか。
そのこの戦車が上に行けなかったところ、これ上行こうか。はっ？はっ？え？そんな、なんてかわいそうなところに隠れてんだ。ちょっとこれ上いけねえじゃん、これ。いけたいけた。ピンポイントネズミいた。うん。さて、屋上に出たぞ。さあ、屋上に出たか。まずい！もう時間がなくなってる。あ、結婚式場。ああ、いいなあ、この雰囲気。いいねえ。ああ、屋上健全たちが苦戦してた。誰が作ったのかわからん。私、やるね。ニケモさんいた。は？でもニケモさんいたっていうのはタレコミが来てる。ツイートしてる。クンさん、僕の2マスそんなに悪いた。マジ？そんなことしてる？は？なし、怖いって。しかもちょうど結婚式場の下じゃん。怖いってなし、なんかいろいろと。違う意味で怖いよ。ちょっと待って、弾がない弾がない。ちょっと待って、まずい。焼けねえこいつ。なんか無敵なんだけど。ホラーゲームだった。もう25分ですが、そろそろクリエにしてもいいですか。本当は30分からクリエの予定だったんですが、これ無理そうですよ。いいよ。今回厳しいな。今回難しい。なんかお前スペックでもいいよ。マジスペックに、じゃあする、一瞬だけするか、スペックに。あ、オッケー、クリエね、了解。あー、見つかったわ、ディディ。ありがとう。スペックにしたおかげだな。ディディ、ありがとうね。スペックにしていいって言ってくれて。ディディのおかげで見つけれたわ。お疲れ。自分でスペックって言ってスペック見つけられる気分どう？マジキモい。死んでくれ。いや、ディディがね、スペックにしてくれって言ったから、スペックで言ったらすぐ見つかっちゃった。バレてないと思って一回喜んでた。ディディずっと、シャー、バレてないって喜んでた。やったー、バレてない、バレてない。クンが今ミスってたよ。めっちゃウキウキ。ちゃんとバレてますと。さあ、クリエで外装を見るか。外装に隠れるやつは新参だよ、ちなみに。新参野郎だよ。外装とか一通り見られるからね。新参野郎だよ。まさかこんな仲間いないだろう。さすがに。さすがにここには、あれ？ポテチ？せっかくだし、いろんな銃使ってみるか。マック10。ガウスライフル。壊れない程度のやつを使う。まだここだよね。なんかこの演習場にいそうな気が。マイクさんめっちゃ溶け込んでる。なんかマイクさんやばい、その溶け込み方。溶け込みすぎ。あんまりコメントなしであろうね、殺した。オービーさん、そんな暗いところにいるのか。もう明るくしてやろう。ベノムくん、なんか同じようなやつが同じようなところに隠れてたね。両側で同じようなやつが同じように隠れて同じように殺されました。広いってこれ。スペックじゃないと無理だ、これ。これ広い、広いわ。おお、うわ、うっさ、気取っててうぜ。やった。あれ、歌姫がいる。もっと歌みたいいっぱい出さ、なんかタコ上がり込んだよ。よし。もっと歌みた動画いっぱい出してくださいよ。お歌の動画。この辺、一生懸命、翡翠が作ったエリア。うん。消し飛ばした。うんうん。ヘルスカ、よくない日本語覚えたね。うんうんっていう。よしよし、うんうん、ヘルスカ覚えたのか。うんうんとはちょっと違うな。絶対煙突のとこいる、一人は。いない？煙突行かない？こういう時。行かないのか。いや、煙突これ分かりにくいぞ、これ。なんか見える？何かが見えるぞ、煙突の下に。あれは？あの見えるのか。なんか見えるよな、あそこ。どうやって降りたんだ、これ、煙突。家賃燃やした。よーし、家賃撃破。ふう、
あ、いるね。カンタスケ撃破。おっと、もう一人いた。カンタスケと同じようなところ隠れてるね。同じようなセンスだな。イニーさん、さすがにこれはダメだって。ん？リケモさんいた！ん？どこなんだろうね、それ。全然わかんないや。どこだろう。ロックオン、リケモ。後で直しましょうね。あ、ボディさんどうもありがとうございます。お任せします。てかさ、これで探知できんじゃね、これで。あれ、あー、なんだなんだなんだ、あれか。あ、この乗り物を狙えるんだ、エンティティだから。確かにエンティティ多いからな。だから見逃しは対応できそうだよね。なんか探知機として使用しよう。この絵 MS カフェ。おー、まずい、30分になった。スペック突入します。ここもちょっと燃やして明るくしとくか。ここに、うん、適当に燃やそう。 F3 プラス N でスペックと切り替えれるよ。あ、そうなんだ、すごっ。コーダンすごいよく知ってるな。マイクラ博士、やっぱ使い分けてんやろな、その辺は。よくクリエ使ってるから。これで探知します。探知マニューバー、探知マニューバーを使用する。ん？ん？ふぅ、ちょっと怖いよな、これ。急に現れて、勝っていくの怖くない？これ。お。急に現れて、殺して去ってく。いや、これはこれで探索しないと無理だよ、ここら辺はもう。まあこっち行くか。結構部屋にいるな、意外と。意外と部屋におることが多かった。ジャストロのポジションすげえ優秀だったな。今半分。まだビビっただろ、いきなり。いきなりチェーンソーの音聞こえてビビっただろ。おん。あいつさ、ノジャジャさガチで来るからね。ノジャジャさ、スキン真っ白にしてくるから、このゲームの時やばいよ。マジ本気だから、ノジャジャなんか。ガチでなんか、保護色使ってくる、こいつ。ガチの保護色やってくる。マイクラの VC、ラーバが画面共有してるから、カエルとトーマスとラーバの位置が見えるよ。え？なんだって？おー、見てみるか。へー、なんか、あ、なんかラウンジ的な場所か。へー、ラーバちょっと右向いてくんね。あ、なるほどね。了解、ありがとう。それ、どっかあったよな。どこだっけ、それ。場所を忘れした。それの、なんか、逆。一回通ったよ。え、ね、こんなさ、監獄みたいなところあったの？え、だから閉じ込められてる、コータン。監獄に。船の中に人狼がいたらしい。あ、そういう感じ？殺した。牢獄エリア、僕が作った。牢獄ってあるの？船の中に。コータン的にはどういう時に使う牢獄なの？これは。何作りたいってコータンに聞いたら檻って言うから。動物かな？ノアの箱舟かなんか。食い逃げとかした人が捕まる。結構重罪なんだ、食い逃げ。結構罪重いんだね。ここむずい、ここむずい。あー、ぶね！見逃すとこだったぞ。あとは、あとは、あれ？ちょっと待ってよ。あのラーバたちがいる場所が全然わかんねえ。忘れした。どの辺だ？ちなみに一等室は珍しく田辺さんが頑張って作りました。すごっ。田辺も作るんだな。
珍しく頑張ったね。やばい、階層がいっぱいあってわけわからん。もう見てないぞ、ここのエリアなんで。このなんかなんだこのエリア、こんなエリアあったんだ。めっちゃいるやん、めっちゃいるやん。ここなんかめっちゃなんか銃で警戒してる。銃持ちいる、銃持ちいる。無力すぎる。クリボーパパが頑張って作ってくれた。あ、そうか、まあ V 的にはパパなんだ、そのスキン的には。そうか。え、ちょ待って待って、ちょ待って、完全に分かんなくなったあれのエリアが。案内する？いいえ。案内ってなんだ、なんだ案内ってこっちだよって。あっ、たまに飲み物買うとお仕事頑張ってくださいって言ってくれるジャンキーはとても嫌いです。なんか死なねえぞこのカエル。一掃した。さてあと何人だ。え、もうあとこんなもん。あ、でももう終わりだ。あと2分です。え、マジか。いやーマジか、勝ったな。いやーマジ、火場人だけは探したい。あと1分。こことかか、やっぱり。待って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 。お、デンデンは見つかってない。デンデン知らない、見てない。え、デンデン知らないよ、見てないよデンデン。これ重要なヒントです。え、超元暮らしってこと。デンデンさん隠れてるというかいるって感じだった。マジ、あー終わっちゃう。はい、5 4 3 2 1、あ、違う、5 2 1。はい、終了でーす。お、これやれねえじゃねえかこれ。お、やれないやれない、これやばいって。これえぐい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 、これえぐいって。よし、暇人を見つけたね。暇人を探すことはできました。よっしゃ、次見ていくぞ。まず棒。あ、うわ、キモ、マジでここか。うわ、キモー。出来横、なんかすごい位置にいるらしい。はあ、キモ、マジこいつら。なになになにこれ、 MS? 出来横？あ、誰これ、ウミニャ？うわ、もう陰キャ三人衆、うざ。なんだこれ、最悪陰キャ三人衆じゃん。次、デン。優勝。序盤に見つかって双眼鏡を上げる役のつもりだった。優勝。普通にいる。はい、ヘルマー。うわぁ、わかんねえ。この配管の場所か。この、パイプいっぱいある場所でしょ？ここ。うわぁ、わかんねえ。ここを歩いてた。いや、歩いたわ。いや、むずいなぁ。ポーネ。むずら。この人は誰もいないんだ。タコワサ893。ん？ねえ、これ。え？え、バグってるってこれ。え、バグってる、バグってる。やっぱ邪悪だな、893は。え、もうバグってんじゃな。でもこれ、ダメだろ、これ。これダメだって、これ。バグってる、バグってる、これもう。殺せないし、これ。破壊しないと殺せない、これ。で、フェミは？はぁ、フェミさんさぁ。フェミさん、絶対入れない位置にいるのってありなのかな。フェミさん失格で。あ、多分気配消すのうまそうだもんな。え、そんな上いたの。割と普通の場所で泣いた。ここにいたんです。次が、あ、これでも終わりか。次、うわー、ロックオンで近くでされた時終わったと思った。とっさにエンティティが多いからでごまかした。あ、それでエンティティが多いからみたいなこと言ったのか。ピッ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 って、これ遠くから見たら分かんないよこれ。
あ浸水、配管むき出しです。魚雷がぶつかってる。すいません。はい、ということで楽しかったですね、かくれんぼ。いやー、かくれんぼやっぱ面白いね。かくれんぼはいいですね。みんなありがとう。月一やってくれー。うん、うん、これ最後にさ、ちょっと翡翠の企画だったわけじゃん、これ。お前ここ来てみろ。これもうよしよしもうんうんもういらねえよな、もう。はい、これであれ破壊しよう。いらないな、もう。もう誰からもよしよしもうんうんもされなくていいってことだな、じゃあ。誰からも話を聞かれなくても自分で解決する。自分の機嫌を自分で取り。よし、壊してみろ。お前は強くなったんだろ。もう売ってみ、売ってみ。はい、全部外れ。ジージー。これ、よしよし待ちです。うんうん、よしよし必要らしいです。